山智明様にお願いしたいと思います。金山様よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。三光熊野神社姉妹保存会です。これから、姉妹の、簡単な説明をさせていただきたいと思います。牛島の三光熊野神社の姉妹は1月の寒の入り、正寒からですね1月の14日頃まで、各家の家内安全、疫病払い、火伏せであったり家内安全、開運消費などをですね願って各家を回り姉妹の日です。舞は2種類ございます。八重寿司、あがり寿司、2種類ありますけれども、八重寿司というのは各家の玄関先で回るの、またあがり寿司というのは、そのお家のところは和室などで回るのをあがり寿司と言います。あがり寿司は新築であったり、結婚されたお宅であったり、子供が生まれたお宅であったり、その時に厄年の方がいらっしゃるお家で、回ったりもします。多分最近希望される方が、少なくなったので、ここ数年はちょっと行ってないという実情がございます。神社の神楽、御所舞とかいろいろあるんですけれども、獅子舞は神楽の中でも一番最初に行うのが獅子舞です。獅子舞はその場を、会場を清める意味合い、まだ並んでいる人を清める意味合いの、神社という芝というお祓いの意味合いがありますので、今日も、いろいろな小団体さんお見えですけれども、三光熊野神社の愛がトップバッターということでさせていただきます。現在のこちら獅子舞ですけれども、平成6年に新調されたものでございます。その以前のものは、文久年間、1861年頃にできたものと言われています。そちらに、脇の方に太鼓がございますけれども、こちらは文化元年1804年にできた太鼓で、ちょうど、太鼓の胴の内側に年代が、入ってございます。だいたい220年くらい前の太鼓でございます。ですので、文化元年以前に、この獅子頭が作られたのではないかなと推測されます。ちょうど牛島という土地はですね、久保田城より西南の位置、裏鬼門の位置にあたります。裏鬼門というのは病気が入ってくる門という意味合いもありまして、鬼門よけ、裏鬼門の守護として獅子舞が牛島の神社に奉納されてされたのであろうということで推測されています。ちょうど見えますでしょうか。ちょっと機体を見せてあげてください。ちょうど佐竹さんの門の、が刻まれてございますけれども、以前の獅子頭にももちろんございました。前のに習って作らせていただきましたけれども、そういう鬼門守護の、要として守りとして、佐竹様より、奉納されてたのではないかということで、ちょっとはっきりされましたとは言えないんですけど、そうであろうということで推測されています。現在の獅子舞ですけれども、江戸時代後期から行われていたのが、大体昭和、明治から、昭和の初めにかけて中断されました。やる方がいなくなって、そういう行事ができなくなったんですけれども、昭和13年に復活しまして、現在に至っております。今日はですね、この獅子舞をご覧いただきたいと思います。後ほど獅子が皆様の頭をかじりに神に参ります。噛むことによって邪気を食べてくださるという考えもありますし、噛みつくことによって言葉の通り神様がつくというふうにご理解をいただければと思います。ではこれから獅子舞を行いますので、ぜひご覧いただければと思います。